ザビーネ・マイヤーは、ドイツのクラリネット奏者。同じくドイツのクラリネット奏者である、ボォルフガング・マイヤーは実刑。西ドイツのバーデン・ビュルテンベルク州、クライルスハイム生まれ。クラリネット奏者の父親から手ほどきを受けて、少女時代からクラリネットを吹き始める。シュトットガルト音楽院で、専門教育を終えた後、1979年本のドイツ音楽コンクールで、 第2位入賞。バイエルン放送交響楽団にクラリネット奏者として入団する。1981年1月、ベルリンフィルハーモニー還元楽団の首席クラリネット奏者のオーディションを受ける。カール・ライスターと並ぶ、もう一人の首席奏者が空席となったため行われた、ものであった。芸術監督兼就任指揮者であった。 ヘルベルト・フォン・カラヤンはマイヤーに強い関心を示したが、楽団員の総意は、マイヤーの音には、当団の管楽器奏者にとって、不可欠の厚みと融合性が欠如しているというものであった。マイヤーを仮採用するか否かの学員投票がなされない状況で、マイヤーは、アメリカ公演に、カラヤンの指名で、客員主席クラリネット奏者として参加したが、翌1八十二年晩秋の、 学団員全員による投票で、マイヤーの仮採用は否決された。このベルリンフィル入団騒動でマイヤーは、帰って有名になり、以来世界の100カ所以上を回って、数多くの主要なオーケストラと共演する、世界屈指のクラリネット奏者となった。室内楽や競争曲の演奏、録音に取り組んでおり、中でもモーツァルトやウェーバーの解釈で、高い評価を得ている。 1993年から、リューベック高等音楽院教授の職にある、中野武岳、指揮者の役割新調選書、2011年、177から178ページ。公式、サイト http コロンスラッシュスラッシュ www.saebine-meyer.com スラッシュ、バイオグラフィー。<communicate> ありがとうございます。